はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。博多祇園のホテルに帰ってきまして喋っておりますよ。まあ遅い時間の配信にはなりましたが、オリックさん勝ちました。ナイスゲームでしたね。山本由伸投手が、勝って17勝目自身14連勝ということで、球団のタイ記録、1973年の米田哲也さんに並ぶというね、そんな、記録でもありました。今日もしっかり序盤から、ゲームを作るという中での、ピッチングだったんだけども、先に点を取れて、追い上げられても先手先手という感じでね、点が取れたという、いいゲーム展開ではありましたが、山本投手も自分の連勝に関して言うとね、やっぱりこうチームが、勝つような勝てるような、そんなピッチングをしたいと、常々、話はするんですが、今日もそんなピッチングでした。ただね、序盤はすごいいい感じで、相手ホークスももうほぼ手も足も出ないという感じではあったんだけども、中盤からやっぱりね、ホークスもさすが、そこはね、粘ってくるし、山本投手を苦しめましたね。で、今日は8回121球でマウンド降りましたけども、やっぱりそこにはホークスの粘りというのも感じられた、そんな、ゲームでもありました。それでも勝つというね、素晴らしい、ピッチングでありました。で、今日打つ方では、モヤ選手が先制のツーラン第12号、自身のキャリアハイタイね、日本での。で、それで先制して、で中村晃選手にホームラン打たれて1点差に追い上げられた直後、今度はランナー3塁1塁で、ツーアウト、バッター若月のシーンでファーストランナー足立選手がスタートを切って、でキャッチャー甲斐選手が2塁に送った。で足立選手は1、2塁間で止まったのよ。でそれを見てモヤ選手がいいスタート切った3塁ランナーでホームに帰って3点目。なんかね、すごいいい野球で、3点目が入ってまた2点差にするわけよ。でまたその後追い上げられてからの終盤、モヤ選手のホームランね、この日2本目、第13号はキャリアハイ、来日キャリアハイのホームラン、逆方向に持っていったよ。しかもテラスではなくて、今日2本のホームラン、いずれもスタンドまで運んでます。このカーブを、笠谷投手のカーブをライトに引っ張ってのホームラン、で甲斐野選手の156キロの、ストレートを左に運んでのホームランというね、2本のホームラン、これでまた点差広げて、その後ランナー出して、若月選手がセンターの右へのランニングホームラン、で2点追加、これで勝負ありという感じにはなったんですが、で、あのプレーで、牧原選手がね、飛び込んでいって、頭をぶつけたんだよね。でそこで病院に運ばれたんだけども、本人意識もしっかりしているという情報も入ってきましたし、一安心ではあるんですがね。でも見事な攻撃でそこで突き放して、で最後は9回ヒギンスがしっかり抑えて勝つという感じのゲームでもありました。で、今日は解説の池田千佳さんと一緒にやらせてもらったんですが、池田さんもね、今日入ってくれたり、オリックスおめでとうみたいな感じで、いやまだ優勝決まってませんから、いやいや、最近はいい野球してるんで、本当にこのまま行ってほしいねというふうに言ってくださいまして、池田さんもねタイガースでプレーをしていて、関西には馴染みがある、もともと宮崎の方なんだけども、毎年ね宮崎キャンプにも、取材に来てくださるので、速見スタジアムにね、でそのたんびにオリックスはいい選手がいっぱい揃っているのになんで勝てないんだろうってずっと おっしゃってくださっていた。だけどやっぱりそういった中でね、今年は若い選手が伸びてきて本当にいい野球してるねというふうに言ってくださいました。ホークス主催のゲームではあるんだけども、池田さんもそんなふうに言ってくださってね、よかったなと思います。でもホークスが今日敗れて8連敗、これもちょっとね、苦しいですよね。で明日はいよいよ、今シーズンのこのカードの最終戦ではあるんですけども、その最終戦を待たずして、オリックスは対ホークス、ソフトバンクさん勝ち越しを決めました。よかったですね。これが8年ぶり、2013年以来ということになるんだけども、2014年ホークスとデッドヒートを演じて1厘差で2位に終わったあのシーズンでさえもオリックスはソフトバンクには勝ち越せていないのよ、ね、だから2013年以来の勝ち越しということになりまして、でこれはやっぱりパ・リーグを戦っていく上ではやっぱりこのチャンピオンチーム、
に対して、まあ、どう戦っていくのかっていうのが非常に重要になってくるんだけども、まあ、そこでね、今年は若い力が頑張って、このホークスに対しての勝ち越しが決まった。これはね、大きな自信にもなると思いますし、中嶋監督もおっしゃってました。これ先週のね、負け越しがなくなった時点でのコメントなんだけども、やっぱりずっとこれまでやられていたチームだし、ずっと勝ってきたチームなんでね、まあ、そこに対して、勝ち越していこうっていうのはやっぱりチームとしても一つの目標でもあったし、まあ、それが達成できてよかったという話されていたんですが、まあ、その通りだと思いますね。というわけで明日は、このカードの最終戦第25回戦、先発はバファローズが竹安大地、一方のホークスは千賀滉大投手、ということでちょうど1週間前の2人のマッチアップがあったんだけども、あの時は中4日で千賀投手が投げた。で、今回は中6日で休養十分という中での、竹安投手とのマッチアップなんでね、前回は竹安投手が素晴らしいピッチングしましたんで、明日はどうかということと、あと千賀投手から前回は6回で、3点奪ったんだけども、さあ明日は、千賀投手から、まあ、何点取れるか、どんな、攻略をしてくれるのか、まあ、それも注目ではあるんですよね。明日も僕は、ペイペイドームでの実況担当ということになっています。明日は解説は大西浩二さんです。というわけで、大前大西のコンビで、お伝えすることになっています。明日もまた、公平にしっかりとプレーを伝えたいと。で、やっぱりホークスホームということを意識してしっかり喋っていきたいと思っております。今日はロッテさんが負けて、日本ハムさんが頑張ってくれて連勝よ、昨日今日と。ということで、ゲーム差は3ゲーム、ロッテとのゲーム差ね、になったんだけども、まだ五分ぐらいだと僕は思ってる。で、昨日も言ったけど、この前の千葉での3連戦を思い出してください。オリックスが3ゲーム下にいて、ロッテは1つでも勝てばマジックがつくというような状況で、圧倒的ロッテが有利とされている中で、オリックスが3戦連続の逆転勝ちをした。で、そこで当然マジックも出ていないし、3ゲームあったのがゲーム差なしに縮まって、まあ、勝率でロッテの方が上だったんだけども、そこでロッテを追い込んでいったよね。だからその逆のことだってあるんだから、火曜日からの、このロッテ戦が終わるまではまだまだ分からないと僕は見てます。だから、まあ、3ゲーム空いたんだけども、まあ、とにかくゲーム差とかは意識せずに、とにかく目の前の一戦をしっかり戦っていく、まあ、中嶋監督がいつもおっしゃるんだけども、まあ、そういう戦いが明日もできればいいなと思っています。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。そしておそらく多くの方が今日の中継をご覧、くださったと思いますんでね、ありがとうございました。明日も頑張ってしゃべりますんでよろしくお願いします。今夜もご視聴本当にありがとうございました。いやー、ナイスゲームだったね、吉野部投手、ナイスピッチングでした。